こんにちは、粟田洋介です。今日はこのコースパミスジェルというメディウムを使って絵を描いていきます。コースパミスジェルというのはアクリル樹脂の中に軽石の粉が混ざっていて、こんな感じ。これでザラザラとした質感を出すことができます。今日はこの小さいキャンバスにコースパミスジェルでザラザラの質感を作って、それでアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。コースパミスジェルでザラザラにした部分はちょっと絵が描きづらくなるので、平らな部分を残しつつ凸凹な部分もつけていこうと思います。ちょっと凸凹にする前に平らなところのバックグラウンドを先に塗って、それからこのコースパミスジェルの凸凹な部分を作っていこうと思います。このコースパミスジェルはこのまま使っても、絵の具と混ぜて使ってもどっちでもいいんですけど、この間このまま使った時にこのザラザラの上から色をムラなく塗っていくのがめんどくさかったので、今日はアクリル絵の具とコースパミスジェルを混ぜて使おうと思います。これ今思ったんですけど、なんか平らでこぼこ、平らでこぼこってなんかあったら面白いかなと思うんで、ちょっとここに筆でこんなに色を塗って、でこれを混ぜてって感じでちょっとやってみます。とりあえずこんな感じになりました。これ結構乾くの時間かかると思いますので、1日2日置いて、それからまた描き始めようと思います。でコースパミスジェルを塗ったところが乾きました。夜こんな感じでメディウムをつけて、翌日の朝ちょっとね柔らかかったんですけど、そのまた翌日の朝、今日です、今ですね、すごい硬くなっています。なので絵を描くことができます。およそのバックグラウンドができたので、この平らな部分に絵を描いていきます。
絵が描き終わりました。なんか虎が前に進んでいるような感じなので未来というタイトルにしました。このコースパミスジェル、次はちょっともうちょっと違う感じで使っていきたいなって思っています。でもまあ今回これはこれで良かったと思っています。ということで今日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。